消防室の3団体の主催ということで、やっております。また、国際環境 NGO FOE ジャパン、福島老朽原発を考える会、プルトニウムなんていらないよ東京、福島原発事故緊急会議の皆さんにご協力をいただいております。で今日お手元にですね、資料をお配りしておりますけれども、この後、ストレステストに関わる中間総合今後の取り組み、そういったところからそれぞれの意見聴取会の委員でもある猪野さん、後藤さんにも、お話をいただくような形で進めていきたいというふうに思います。この5時から7時半までということですけれども、話題がたくさんありまして、一つ一つのことについてなかなか皆さんとディスカッションする時間が取り切れないかと思いますが、その点はご了承いただければと思います。今日の進行役を務めさせていただきます。私、柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える科学者技術者の会の事務局の菅波と申します。よろしくお願いいたします。議員内集会ということですけれども、議員の皆さんなかなかお忙しいというところで、ずっとご参加いただくのは難しいかと思いますが、ご参加いただいたところでですね、それぞれご挨拶をいただくような形で進めていきたいというふうに思います。で早速なんですけれども、まず最初の報告として、プラント技術者の会の河合康郎さんにお願いします。ストレステストに関わる中間総括今後の取り組みということで、お手元の資料の中にパワーポイントのスライドの方も入っておりますので、こちらをご覧いただきながらお話を聞いていただければと思います。では河合さん、よろしくお願いします。プラント技術者の会の河合でございます。時間が押してますので、余計な前置きは抜きにして早速本題の方に入りたいと思います。最初に私の方からお話しする内容は、タイトルはこのように、不当な再稼働を許さない原子力行政に対する終わりなき戦いということで、内容的には大きくこの3つになっております。最初が中間総括ですね。ストレステストという言葉が始まったのが昨年のちょうど7月の11日、三閣僚の声明書で、ストレステストという言葉が出てきたんですけども、それから約1年間経ちました。途中意見聴取会があり、そしてまたそれを合格ということで大井の再稼働があり、いろいろなことがストレステストを巡って、行われてきたわけですけども、この約1年間一体ストレステストのような一体何だったんだろうかということをまずおさらいしていきたいと思います。そして2番目に、まだストレステスト終わってないんですね。先々週も意見聴取会がありましたし、来週もあるということで終わっていない。さらには二次テストが、計画されている。一体、まだ技術的にはいろんな問題を抱えたままであるということが第2点目。そして今後に向けてそのストレステストを巡って私たちがどういうふうに向き合うかという提案が3番目というふうに、今からお話をしていきたいと思います。最初にこれがおさらいですね。これまで1年間今言いましたようにストレステストでいるものが事業者によって、実行され、それを保安委員が、審査し、原子力委員会が再審査し、それを政府が受け取ると。最終的に、政府の最終判断に至るまでは、大きく再稼働の仕組みとして3つの流れがあるんですね。最初の上の流れがいわゆるストレステスト、真ん中の流れが福島の事故の知見の反映、それから3番目に耐震バックチェックと。おのおの皆さんお聞きになったことあると思いますけども、この大きく3つの流れが合わさって政府判断に至るというのが、そもそも再稼働の仕組みとして、政府の方から考えられて、提示といいますか実行されてきたものです。そしてこのおのおの3つの流れ、おのおのに実は意見聴取会というものがありまして、これは保安委員が主催し、専門家、大学教授等が主なんですけども、これらを集めて意見聴取会から意見を聴取し、保安院がおのおの審査書をまとめ政府に挙げると
という流れ、ただ一番下の耐震バックチェックに関しては